皆様こんばんは、元ヤクザの G です。本日は、行動会、アキラ連合会、金市会、南激戦区、利権争いについて語らせていただきます。それではお話に入ります。まずはじめに、 一昔前の南といえば、誰もが知るように、道頓堀の鬼とも言われた、匠勝る率いる、初代匠組が一強であった、二代目二代が変わり、入江正氏が継いだ後に、匠組は徐々に力をなくし始め、また入江が都政の道を間違えたことで、匠組は窮地に立たされた挙句に、南の町から消えた、そこで、あらゆる組織が南に進出してきたが、言うまでもなくこの組織は、六代目山口組の枝組織、要は道門同士の必死の男たちが、しのぎの奪い合いを始めた、だが 当然なががらここには組織の力の力差があった先ほど通り昔の南では有名どころの組織が肩で風を切り幅を利かせていた昨今では南周辺の組織図はがらりと変わり関西ヤクザだけではなく東海ヤクザの枝組織も入り込んできたため南という町はヤクザ激戦区と言われその片隅には織田義典率いる絆会も長細い本部を構えていた〉 少し前にもアキラ連合会と。 行動会、野内組の枝組織である、ゴンタ会が南のキャッチの件で、トラブルを起こしたらしいが、キラ連合会も武闘派組織であるがゆえに、たとえ売り出し中のゴンタ会が相手であったとしても、一歩も引くことはなかった。だが金市会や、山県組は、やはりゴンタ会が、野内組の参加ということもあり、遠慮することがただあるというような話もあり、またゴンタ会という組織は、昔でいうところの三島組みたいなことをしているため、何でもありの、ゴンタ会とも言っていた。 私は、ゴンタカイ率いる平野氏とは、過去にちょっとしたエピソードがあり、私が現役時代の頃に車の件で、平野氏とトラブルになり、幾の区のパチンコ屋の駐車場で話し合いをすることになった。私は一人の若い衆を引き連れ、先ほどのパチンコ屋の駐車場に行った。すると駐車場には、 数多くのヤクザ者がいており、一人の男が私に近づいてくるなり、車の中で話をしようか、と言った、そして私と男が、車の後部座席に乗り込み、話をしようとした時に、男はいきなり道具を取り出し、私に突きつけたと同時に、おいこら、おのれ弾いたろか、と言った男が、平野ゴンタであった。 さすがの私もこれには躊躇し、平野さん、ちょっとまっとくなはれ、ここでわしを弾けば、この高級車のシートが汚れる、と私が言うと平野氏は、道具を元の鞘に戻した。ここから私と平野氏は付き合いを始めたが、私は三島組の件で、札にパクられ、平野氏とは音信不通になった。また私の頭の中では、平野ゴンタと聞けば、ああすぐに、道具を持ってくる、危ない男、と脳裏の片隅にインプットされているのであります。またもやいつものように、 ほんの少し話がずれましたので、話を元に戻させていただきます。その辺の田舎町とは違い、南という場所は繁華街であることから、ヤクザモの以外にも片気州が闇に隠れて悪事を働いている場所でもあり、 例えば一番初めにピンとくるのが、ぼったくりバーであり、当然ながらこのような商売で上がった銭は、決して表に出せる銭ではない。またヤクザ者は、悪徳業者から上がりの一部をピンハネするが、真っ当な商売をしているものに、ミカジメ料を請求すれば、すぐにお手手が後ろに回り、中には札に通報する業者もいている。だが悪党は、まず札に通報することはない。これに目をつけたヤクザ者は、前述通り悪徳業者から、ミカジメ料をもらうことになるが、 たとえ美味しいしのぎが目の前にあったとしても、南では力がなければ話にならんため、力のある組織だけが上陸してくる。この理由で、最近の南では長通った組織しか耳にはしない、ということであります。ですが、南は広い場所でもあるが、すべてが悪徳業者ではない、ごく一部の者しかいておらず、この業者を手中に入れるために、ヤクザ同士が争い、最後は織田義則がすべての利権を力で抑え、井上国をに銭を運んでいた。大井国をよ。 今月の上がりや。吉典てめえ、南で月に100万やと、割れ早いもん言ったな、この野郎舐めやがって。そんなバカな話はない、国代と吉典が、南で、しのぎができるわけねえだろ。 ある人物に聞いた話であるが、今南にはぼったくりバーと違法カジノを合わせれば、約30軒近くの店があり、この全ての店に役座者が関わっている。また絆会が面倒を見ていた店を加えれば、40軒近くになり、一言で言えば、絆が面倒を見ていた、10軒の店の争奪戦が南で始まっている。これに参戦している組織が、ゴンタ会、アキラ連合会、金市会であるが、最近梅田の方でキャッチの面倒を見ていた。 行動会、米川組も南に入り、いろいろとしのぎを探す中で、もうすでに何件かのキャッチの面倒を見ている、とある人物は言っていた。米川組という組織は、もともとは、一和会に所属していた組織で、後に行動会に移籍し、今現在は、三代目米川組であるが、米川組組長、吉島氏とは、実はこれまた、私はちょっとしたつながりがあった。このつながりというのが、 当時、大阪府門真市に事務所を構えていた、行動会の枝組織である、王工業を率いる、王という男と、私の先輩である島田が、兄弟付き合いをしており、島田曰く、王は、わしの射程屋とも言っていた。そして島田と王の関係から、吉島氏と会うようになり、私たちはたびたび、何枠あたりで、一緒に食事をすることがあった。 米川組と神戸山口組には因果な関係があり、二代目米川組組長、M が行動会から引退し、仇になった数年後に、M は神戸山口組、5代目権流会で都政の世界に復帰したため、これを知った行動会は、すぐさま絶縁処分に変えた。このような理由で、三代目米川組の若い衆は、 悲しいことに先代である M と対立することになり、一説によれば、米川組の執行部が M を的に絞った、というような噂もあった。だが結局は、五代目山県組が、六代目山口組に戻り、何らかの話し合いで、行動会から絶縁されたはずの M は、七代目県立会で、相談役の座布団に座っているのである。吉島氏は、行動会の執行部ではないが、 専務理事という座布団に座っており、大阪府門真市に事務所を構える、行動会計、熊谷組率いる熊谷よりは、二つ三つほど座布団は上であるが、熊谷は、若頭の座布団に座る、野内氏から熊と呼ばれ、可愛がられてる男でもある。また2016年、熊谷組の事務所に山県組参加の放漫組が、トラックで突っ込んだ事件があり、この開始として、今度は熊谷組が放漫の事務所にトラックで突っ込んだが、この件には、一つの噂があった、なんや話によると、 双方の事務所にトラックが突っ込む前に、トップ同士が話し合いをしていた、このことを知っていた、東大阪に事務所を構える、山県組の枝組織の、M という男が、あれはプロレスやと言っており、これはあくまでも噂であるため、真実はわからんということである。昔とは違い、今の山県組は、かなり力を落としていることから、南では金市会に押され、ゴン高いの名を聞けば下がるものが多いらしい。 これほどにゴンタ会はややこしい組織であるが、一つだけ言えば、後ろの大門が大きければ、枝の組織も力を持ち、例えば、ゴンタ会が神戸山口組や、絆会の参加組織であれば、言うまでもなく力を持つことはなかった。やはりここには、行動会というブランドがあるがゆえに、好き勝手なことができると私は勝手に思ったのである。どこの組織にも必ず変な噂があるように、ゴンタ会にも変な噂があった。 このゴンタ界の噂を私に流してきたものは、相当ゴンタ界のことが嫌いか、もしくは過去に、ゴンタ界のもの者にいじめられたヤクザ者ではないか。 と私は思った。まあとりあえず DM の内容を説明しますと、まずゴンタ会は、まとまりがなくいろいろな派閥があり、若頭派、本部長派、補佐派があるらしい、そしてしのぎはなく、日々薬局屋から上がりを取るような古車なしのぎをし、数年以内にゴンタ会は消滅し、同じの内組参加の二代目北村組に吸収され、もうすでに、ゴンタ会の若頭の座布団に座る、宮本氏は北村組組長、西川氏の射程になっている。このような理由で、ゴンタ会は決して一枚岩ではない。 と言っていた、またこの話は、過去の動画でも配信している、一部の内容であります。結果的にいずれかは、大阪の繁華街や西成あたりは、今以上に行動会計の組織が支配する日も近いのではないか、また神戸市に関しては、 山県組の地盤とも言える場所であるが、山県組は出戻り組織であるため、五代目山県組の代では、山口組の執行部入りすることは難しいと言われており、山県組が六代目二代が変われば、執行部入りできる可能性は大いにある。ですが、これに関してはいつ何時話が変わるかもわからん。だが中田親分がシャバに戻れば、山県組の指揮が一気に上がり、六代目山口組もしくは、七代目山口組で、山県組は執行部入りするというものも少なからずいている、というお話である。 最後に一言、ある人物の話では、今南でゴンタ会に対抗できる組織は、アキラ連合会ぐらいで、また金市会は、山県あっての金市。 と言っていた。そして一心会は降格してから、力をなくしたが、三重県の絆会発砲事件で、ちょっとだけ上に上がったが、南辺りでは話にならん。と言った後に、次にゴンタ会が狙っている場所は、梅田辺りや、ちなみに南より梅田の方が、しのぎで上がるぜには大きいが、梅田には、あのお方が控えてる。ちょっとやそっとでは、市中に収めることはできん。 そこで私は、そのお方とは、誰でっか、と聞くとある人物は、そのうちにわかると言った、また奈良県は、行動会の直さんが事務所を構えているため、奈良はもうすでに、行動会の支柱の中とも言っていた、それともう一つ、最新情報があり、絆会の小田義則さんが、池田組の池田親分と何かをしている、という情報が入りましたので、また近いうちに配信いたします。次回の動画は、五代目県流会、神戸カーチェイス、乱闘事件、逮捕者25人、 というお話になりますので、またご視聴のほどよろしくお願いします。良 <noise> ければチャンネル登録並びに、グッドボタンの方も、よろしゅうにお願いします。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。<noise>